バッチーは、ウェールズのサウス・グラモーガン、カーディフ出身のハードロックバンドである。バッチーとは、積犀星インコを意味するバジェリガーの交互。そのため、オリジナルアルバムのジャケットのほとんどに、積犀星インコが描かれている。1968年に結成され、結成時のメンバーは、バーク・シェリー、トニー・ボージ、レイ、フィリップスの3人だった。現在のメンバーは、クレイグ・ゴールディ、 バークシェリー、スティーブ・ウィリアムズの3人である。ファーストアルバム、バッチーは、ブラックサバスのプロデューサーであるロジャー・ベインのプロデュースにより、ロックフィールド・スタジオで録音され、1971年にリリースされた。1972年に発表された、セカンドアルバム、スクォークの後、1973年、ロック史上重要なサードアルバム、ネバー。 ターン・ユア・バック・オン・ア・フレンドが発表された。このアルバムには、バッチーにとっておそらく最も有名な曲である、ブレッドファンが収められている。4枚目のアルバム、イン・フォー・ザ・キルが録音される前に、レイ・フィリップスが脱退し、ピート・ブートに使用された。1982年まで、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ、ヘビーメタルで脚光を浴び、レディングフェスティバルでトリを務めるなど、人気を集めた。 1982年、鉄のカーテンを越えた初のヘビーメタルのバンドとして、ポーランドで有名になった。また、1984年のオジオズボーンのツアーサポートとしても人気を得た。1988年、バンドは演奏活動を休止し、バンドのメンバーは他のミュージシャンのレコーディングにゲスト出演するなどスタジオでの活動に入った。ジョン・トーマスは、 ブラックサバススタジオから飛び出し、グレン・ヒューズと共に CD、フェノメダに参加するなどしたが、野外のロックフェスティバル、ウェールズ・レジェンズ・オブ・ロックに参加した後、2001年にバンドを脱退した。1995年、1996年、2000年には、テキサスの人気者であり、1970年代のクマック・キッスラジオで、ゴッド・ファーザー。 ミスター・ピザと呼ばれた伝説的な DJ 兼レストラン、経営者、ジョー・アンソニーのおかげで、テキサス州サンアントニオの野外のロックフェスティバル、ラセマナ・アレグレで再結成を果たした。2002年から2006年には、主に、イギリス、ニュージャージー州ニューヨーク近辺、ダラスでツアーを行い、また、ヨーロッパにおいても、スウェーデンロックフェスティバルでの出演、共産主義後のポーランドでの外線公演などを、 行っている。2006年12月まで35日間のイギリスツアーを行っており、2006年11月7日、イギリスでニューアルバム、You Are All Living in Cool Cool Land がリリースされた。2007年7月4日、サイモンリーズの脱退が発表された。これを受けて、ディオのギタリストであるクレーグ・ゴールディが、ロニー・ジェームス・ディオが、ヘブンヘルのツアーに参加している間のみという、 条件で参加を申し出た。2008年2月、クレイグ・ゴールディはバンドの最初のオーストラリアツアーに参加し、以降すべてのショーでゲストギタリストとして共演を続けている。2010年、バーク・シェリーが11月9日にベイヘロボに入院し、バンドの東欧の2010年11月のツアーは中止となった。6センチメートルの大動脈の動脈瘤であり、 手術の後に彼は回復のためにイギリスに戻ったが、この時点でバンドの未来の決定を全くしていない状態にある。決して爆発的なセールスを得たわけではないが、1970年代のハードロックには珍しいブルース色の薄さ、独特の重さと驚々しさを称えたサウンド、革新的なリフを持った楽曲群がノアブームのムーブメントを経た。 ヘビメタルのバンドたちに多大な影響を与えた。バッチーのファンとして最もよく知られているのはメタリカである。ブレッドファン、クラッシュコースインブレインサージェリーをカバーしたほか、メタリカのウェールズ公演にバッチーのメンバーが訪れて交流を持ったこともある。他にもアイアンメイデンが I Can't See My Feelings、バンヘイレンがインフォーザキル、サウンドガーデンがハミシダルスイサイダルをカバーしている。 日本でのバッジーファンとして有名なのは人間イスである。ブレッドファンを針の山と解体し独自の日本語詞をつけてカバーしているほか、彼らがホストを務めた青森ローカルのテレビ番組人間イスクラブ内でガッツを原曲の英語詞でカバーしている。ありがとうございます。